ということで、本日は3月の17日、今日お誕生日おめでとう。昨日約束してたもんね。 Happy birthday to you。 おめでとうございます。いい一年にしていこう。こんばんは。仕事帰り、あ、お仕事お疲れ様です。さあ、もう疲れた。今日結構今日はね、結構長かったんですよ。一日ボリューミーだったので疲労困憊ですが、楽しかったです。今日もこんばんは。やっぱみんなとお話しすると楽しいよね。よいしょ。足が結構限界でさ、湿布を今日貼りながら稽古をしました。こんばんは。就職先も決まりました。え、めちゃくちゃおめでたい。すごい、就活頑張ってたんだ。偉すぎる。素晴らしい。就活っていう経験をしたことがないから、多分大変さはね、分かってるようで全く分かってないのであろう。大変だ。真っ青な空を見上げて誰かのことを思った経験は、そうだな、あんまりないかも。うまっ、コーヒー。こんばんは。仕事終わりに職場の休憩室で夜ご飯を食べています。栄養補給していこう。オーディションもある意味毎回就活。あー、まあでもそうだね、私が経験してる中で一番近いのはオーディションかもしれないな。キランさん、クマちゃん、ありがとうございます。ファンのみんなのこと思ってますよって言わなきゃ。あー、なんかそのあれだわ、認識の違いだったわ。なんか真っ青な空を見上げて誰かのことって、なんかその特定の人物について思い浮かべたことがあるからかと思った。そう、特定の人物をこう空を見て、あー誰々のことなって思ったことはないけど、なんだろう、よくあるのは、まあ青空じゃないけど、夜とかコンサートの後の夜とか星空見て、あ、みんな今この星空みんなが帰ってんのかなとかは思ったりするかも。空見て誰かを思い浮かべるって、それはあるな。そう、よくある。コンサートの後とか公演の後とか割とあるかも。あ、そうだ、皆さん昨日地震大丈夫でしたか。そうですよね。ロマンチストじゃん。いやさ、星空好きないよ。私の好きな景色、星空とさ、夜景なの。夜の輝いた街とか大好きなんだよね。そう、マジ夜景大好き。そう、マジで。なんか東京のちょっと高めのビルから見る夜景大好き。そう、でも高層ビルに住みたいとは思わないから、たまにでいいね。そうで、なんかスカイツリーとか東京タワーとかまで高くなっちゃうと光がちっちゃいから、なんだろう、20階ぐらいの高さから見る景色が好きだな。細かい指定が細かいな。旅行する時のテーマソングが47です。地元を出る時、地元に帰ってくる時は脳内再生される。いいですね。こんばんは。夜の羽田空港は空港マジで綺麗ですよね。そう、でもなんかさ、地震の話にちょっと戻ると、東京でも、まあ、東北の方はすごい震度が本当に大きかったので、きっと本当に大変な思いされた方とても多いと思うのですけれども、東京とか関東の方でも結構ね、停電とか断水とかが起きていたようなので、っていうか、まあ、今私も東京に住んでるんですけど。そう、だから皆さんどうだったか、大丈夫でしたかなと思って。
だから昨日夜なんかむやみにツイートするのもなと思って、ツイートしないとこうかなと思ってたんですよ。なんかもうみんなメンバーとか芸能人の方とかあのインフルエンサーの方とかさ、みんなツイートしてるから大丈夫ですかって、だからまああんまりあれだなと思ってやめようと思ったけど、ふといや私のファンの人たちは私のこと心配してるなと思ってそう、私のこと生存確認したいよなと思って、そう、それこそそう心配してるよなと思って、そう無事をねちゃんとツイートしないといけないなと思って、ちょっとすごい時差でツイートしちゃった。そう、地震起きたらまず推しメンの安否を確認するすごい、もうすごいね、なんて言うんだろう、命の月ぐらいにこう大事にしてくれてる感じがして嬉しいね、ありがたいです。こんばんは。東京は計画的な予定で、あ、そうなんだ、なるほどね、よかったです。なんかね、何か機械がトラブって停電とかあったらさ、復旧に時間かかったりして大変だなって感じするけど、計画的ならまあまあ、トメさんギフトありがとうございます。でも停電普通にビビるよね。こんばんは。普通にビビる。こんばんは。そう、でも本当に結構さ大きいというか、なんか大きくて長かったじゃないですか。なんかこういう地震とさ、こういう地震があるじゃないですか。昨日こういう系だったよね、なんか酔う感じのやつ。そう、富山県警さん、タコちゃんありがとうございます。こんばんは。そうだからちょっと怖かったですね。でもさ、実家の方は多分ほとんど揺れちっちゃかったと思うんですよ。だから両親寝てるし、あの時間12時ちょい前だったから、誰にも連絡する人いなくてうん、なんかちょっと今不安だから誰かに連絡取りたいけど、誰にも連絡取る人いないな、うん、で自己解決した一人で乗り切った、うん、ってやちさん、くまちゃんありがとうございます。こんばんは。でもさ、1回目の地震に気づかなくって、そう2回目の揺れで気づいた。1回目の揺れマジで全然気づかなくて、2回目の揺れで、あ、これは揺れたなと思ってテレビつけた、一旦テレビつけた。そうで携帯でなんか調べて、え、2回目みたいなそう、びっくりした。こんばんは。なので、まあ、皆さんが、まあ、今この配信を見てくださっているということは皆さんご無事だということで、あのなんかね、今後ももしかしたら大きな揺れがまた続くかもっていう感じだとニュースを見たので、あのね、なんだろう、非常持ち出し袋とかを用意したりして身の安全を第一に行動していただければと思っております。あんま人のこと言えないんですけど、何もないんで、私非常持ち出し袋セットないからちょっと用意しないとなと思いつつずっとやってないね。こんばんは。サリン、ワースタの推しってミシナさん、え、私ワースタさんの推し
もう卒業最近されちゃったんですけど、そう、はずきさん、は、ん？はずきだっけ、名前どうした、待ってが好きだったんだよね、黄色の、待って名前どうした、待って、やば、推しの名前どうするって、もう脳みそ終わってるやん。合ってた、坂本葉月さんがめっちゃ好きだったの。そう、卒業しちゃった。緊急地震速報は心臓に悪いね。私さ、携帯の緊急地震速報オフにしてたんだよね。だからならなくって、あの昨日の地震の後オンにしました。これ逃げ遅れるなと思って。そう、さっきも宮城福島で震度3の地震あった。怖いね、余震で怖いね。前はミシナさん好きじゃなかった、前ミシナルカさんだったっけ、ちょっとでもその時もあったかも。別にみんな割とワーサさんはあの箱で押してる割と割と箱で押してますね。今だから卒業、葉月さんが卒業されちゃったから、今は広川七瀬さんかな、七瀬さんが好きかな。左右に避難するとき持ち出すとしたらパソコンですか？パソコン絶対持ち出さない。だってバカタレ重いもん。バカタレって言っちゃった。パソコンマジで死ぬほど重たいから、こんなん持ってたら逃げれないので、もう捨てていきます。家の中に。お前はもう見捨てたっつって出ていきます。なんだろう、今のときパッて避難するとしたら、スマホと iPad と、なんだろう、何持ち出したいんだろうね。分からんけど、あとペットボトルの飲み物かな。ああ、そう、一応財布と通帳ね。だからさ、避難、この家からどこに避難するかとかも調べとかないといけないね。マジでさ、何？防災危機管理ゲロ甘えだからさ、今ちょっとやんないとなって。なんかやっぱ起きてからじゃないとこう危機感持てないのは人間の悪いところだなというか、高橋彩香の悪いところだなって思うね。こんばんは。でも早めにそのハザードマップとかね、避難場所とかいろいろ調べないとですね。今日のサリー話がすごいな。なんかすごいよね、この辺の話したと思ったらこの辺の話して、この辺の話してみたいな。いつも以上に飛び火してる。あのいつも飛び火してるけど、今回なんかこうやって喋ってる、行ったり来たりずっとしてるね。みんな脳みそフル回転でついてきな。まあどちらの話にも一旦区切りを打ちまして、今日の稽古の話でもしますか。今日はですね、今日はなんか腹筋が割れるかと思うぐらい大爆笑した稽古で、マジでみんなで大爆笑した、どうでもいいことで。ちょっとね、あの何に笑ってたかっていうとね、ちょっとネタバレの部分もあるので明言はしないんですけど、マジでほんとどうでもいいことだったの。マジでどうでもいいことで、みんなで私とハマちゃんを転げ回ってた。, 笑いながら。
稽古場で。そう、えでもマジでね、でも笑ってたことは全然作品に関係ないんだけど、ちょっとそのきっかけの一つだけがねちょっとあれだから、まあ、あんま言わないけど、本当どうでもよかったんだよね。面白かったな。もうさ、私さ年々ゲラになってて、なんかちょっとしたことでもう爆笑しちゃうの。まあ、爆笑ってこういう誤用してるんだけど、みんなあの、まあ、ニュアンスが一番伝わればいいかなと思って使ってる。そう、もうね本当にゲラになってる。マジで笑っちゃうね。そう、でも私今回の作品の共演者の方みんなに何でも笑ってくれるよねってめっちゃ言われる。そう、どんな話を振ってもどんな適当な球投げてもめっちゃ笑ってくれるよねって言われて、あの相当ゲラだっていうことが判明してしまった。まあ、特にね、でもなんか、まあ、常に笑顔でいようっていう意識ではいるんですよ。あの人と話してる時は常にニコニコしてようっていう意識ではいるんですけど、そうそう、だからそれがちゃんとできてるんだなと思ってみんながそうやってさやがいつも笑顔って思ってくれてるってことは、その意識してるのがちゃんとできてるんだなと思ってちょっと嬉しかった。でも本当にね、私さもう本当に超ちっちゃい頃、物心つく前とかからそのママに常に笑顔だけは、そうずっと笑顔でいる子でいなさいねってこう教えてもらってたわけよ。そう、むしろママ的にはそれしか教えてないって言ってた常に笑顔でいなさい以外のこと教えてないって言ってた。そう、英才教育、笑顔に関しての英才教育受けてるから、そうそうそう、にずっとニコニコしてたらどんな人にも可愛がってもらえるし、そのいろんな人にこう好いてもらえるから、もう笑顔だけはどんな時も忘れないようにしようねって。そうそうなんです。だから私さ結構早い段階から笑いじわめっちゃ出ると思う笑いすぎて笑いすぎて、なんかまだ30後半とかからもうこの辺にシワできてると思う。笑いすぎて、うん、絶対にそうなるね。まあ、でも笑いじわって幸せな感じがして割と好きだけどね。ちょっとさ待って、今日メール送ってないんだよな。書こう今またみんなを置いてきぼりにして私はメールを書きます。やばい、メールがさ、メールの受信箱1万超えてんだけど、やばくない？やばいよね。1万超えてんだけど、キモ。ん？ちょっと待って。よいしょ。整理しなさいね。なんか2つのメールアドレスをこの iPad に入れてるんだけど、片方が7000で片方が3000だったやばなんかさ登録するとさ、なんかその通販とかめっちゃメール来るじゃん。メルマガ、メルマガオフにしてもさメルマガ来るやん。あれ何なんですかね。なんか希望しないを押しても絶対メール来るんだけど、あのチェックリスト絶対意味ないだろってずっと思ってる。そう、あ、ちょっと自撮りしよう。そう、
そうなるとねやっぱ溜まっちゃうんだよね。でやっぱそこまで溜まるともう消すのもめんどくさくてやらなくなっちゃった。じゃあ今日はフィルターこれにしよう。あーちょっとこれ違うな、これかな。 iPad 画質ある。はい OK です。これをメールで送ります。こんばんは、さやかです。全メールこの文章から始まってる。なんとか挨拶さやかですから。最近9割が詐欺メールのアドレスある。やば、メールアドレス流出したしてるやん。詐欺メールはさ生まれてから一回も来たことないんだよね。最近はーちゃんがさやりんはずっと明るくてお話ししてくれて最近ぐっと仲が深まって嬉しいって言ってたの。こっちこそ嬉しい。今日ははーちゃんと一緒に帰ったよ。そう、なんかはーちゃんなんかさ他のメンバーさみんなさ終わった瞬間に帰ってくんだけどさそれ正解なんだけど、はーちゃんはさ結構さなんかのんびり準備してたりするからさ、私が他の人とこうちょっと喋ってからこう片付けの準備してもさまだいてくれるから、あちょっと待って一緒に帰ろうって声かけやすいんだよね。だから最近よく一緒に帰っています。はい、ちょっとメール書きながら喋りますね。今日何のこと書こうかな。最近ハマってる食べ物について書くね。気になる方はぜひ、ちょっともう今日は間に合わないかもしれないけど、たわいもないメールをよく送っているのでみんなメールぜひ取ってくださいね。最近はにハマっています。ちょっと待って、今メール書いています、すみません。よいしょ、一緒に帰ろうって言えるのすごいじゃん。いやマジで最近ねマジでコミュ力上がってんの、天才よね。あれめっちゃごじってた。え M を打ったはずがさ Z を打ってたんだけどさ、 M と Z ってさ対極にいるわけ、キーボードのどういう打ち間違い。すごくない？ M と Z って端と端にいるんだけどどうやって打ち間違えたんだろう私ね。怖いね、右手を使ったはずが左手を押してたんかな、怖っ。ちょっと待ってみんな今真剣。高橋さやかでしたで写真をつけると。待ってこの前撮った iPad で撮った写真とほぼ
画角一緒なんだけど受ける。ショーン完璧。無意識やね、右と左手の違いあるよね。でも右手使ったはずが左手みたいな時全然あるよね。あれね、脳みそのバグだよね絶対ね。こんばんは。よし、稽古の話に戻ろうっと。あと今日は今日はっていうか最近ね、そうなんだけど、恵子さんが立ってる時に、立ってる時とか座ってる時にくっつきに行きがち今日5回ぐらいくっつきに行ったわ。恵子さんもねくっついてくれるからさ、最後なんかポケーって立ってると急に肩組みに来てくれたりするから、なんかずっとくっついてるなーって思う。仲良しなんですけど、めっちゃお話ししたし、今日はなんかそうくっつき虫さやさん、もう人にくっつくの大好きなんだよね。ずっとくっついてたやの、ずっと人にくっついてたいからさ、そうメンバー以外にくっつけるようになったの、マジ進歩マジ進歩です。そう、まあ恵子さん、あの同じマダムチームでさ、結構恵子の合間近くにいることが多いんですよ。恵子さんと恵子さんが混ざるけど、そうお稽古の間に近くにいる時があるからよくくっつきに行ってた。恵子さんマジ太陽みたいな人なんですけど、常にポジティブな言葉しか口から出ないの、恵子さんの口から。だからマジでパワーもらえる。そうすごいよね、なんかね、なんかあれじゃないですか、ついついネガティブな言葉が口から出ちゃったりするじゃないですか。出ないんだよね、マジですごいなって思う。なんか出会った人みんな友達って言ってたえマジ恵子さんマジでね鬼陽キャなんですよ、鬼の陽キャ。マジで多分もう生まれた瞬間から陽キャなんだろうなっていう陽キャ。だからちょっと恵子さん、まあ恵子さんちょっとレベルが高いけど、恵子さんの要素を取り入れていけば私も陽キャに近づけるんじゃないかと。でもさ思ったんだけどさ、根がさ陰キャな人が頑張って陽キャになったとしても、それはねあれじゃんね、言うても偽りの陽キャだからさ、ね、もう根から陽キャの人には勝てないなと思うんですけどまあでもちょっとでも陽キャに近づけた方が生きるの楽そうなんで、ちょっと陽キャになりたいですね。とはいえね、楽しい稽古場です。今日はだから恵子さんとりくくんと3人で喋ることが多かったかな。なんか何の話しちゃったかは全然覚えてないけどゲームの話とかしてたのかな確か。偽りの陽キャってなんかかっこいい、いやダサいやろどう考えても中二病みたいな今日も現場で友達3人作った。陽キャってすげえな。こんばんは。何友達3人作るってなんだよ、すごいね。こんばんは。いやでもね頑張ります。楽しい、結構マジで毎日楽しい。なんかこんな楽しくていいのかってぐらい結構楽しいです。
やばい、だってあと1週間後には本番ですよ。1週間後には本番ということはもう もうちょっとでみんなと毎日会えるこの楽しい期間が終わっちゃうってことですよ。泣いちゃう、どうしよう。なんか昨日ツイッターでさ、多分セナさんがさツイートしてたんだけど、もうすぐ本番ってことはもうすぐ終わっちゃうみたいなツイートしてて、マジ共感しすぎてなんか落ち込んだ。終わっちゃうか、そうだよなみたいな。マジでやだ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 、あってなる。寂しいね、終わったら寂しいね。え、マジで寂しい、どうしようどうしよう。毎日会いたいみんなと。え、もう稽古場で地べたに寝転んであーってやりたい。うわ終わっちゃうのやだやだやだってやりたいね。おもちゃ屋さんで買ってもらえなくて泣きわめく子供みたいなことしたいね。こんばんは。終わったらすぐフォーの千秋楽とコンサート。いやそうなんですよね、フォーの千秋楽。春は別れの季節とはよく言ったものですが、こんな悲しい別れが立て続けに起きて私のメンタルは持つんでしょうか。サイリン小さい頃もダダこねたことなさそうです。両親からダダこねた話聞いたことない。確かに、え、どうなんだろう、ダダこねたことあったのかな、わかんない、どうだろう。ママとパパは今見てたらあったかなって考えてそうだな。こんばんは。そう思える座組でよかったね。いやでも本当になんか今まで多分出会った作品が本当に多分超恵まれてると思うんですけど、マジで全員のこと大好きになったし、役者さんとか関わってくださるスタッフさんとかマジでみんなのこと大好きになったし、みんなに可愛がってもらったし、毎回終わっちゃうのが寂しいって思うような作品にしか出会ってないので、マジで恵まれてると思う。25日見に行くよ、ありがとうございます。あ、くしゃみです。ちょっと待って、へっ失礼しました。舞台でもロスって、4の千秋楽でもロスって、オタクもメンタル持たない、お互いにメンタル強く持っていこうね。もうさ今さ、その考えるだけでこんなハーってため息つくぐらいなのに、本当にそれが起きた時にマジで死ぬんじゃないかと思うわ。困っちゃうな。そんな作品見れるのが楽しみすぎる。え、みんな本当にぜひ楽しみに見に来てほしいです。ガンガンメンブレしていこうな、マジでも楽しいね。え、でもマジでさ、そっか、え、マジか。だもう2週間経った頃にはもう毎日会っていたこのメンバーと毎日は会えな、毎日はっていうかもう全然会えなくなっちゃうわけでしょ。え、まことですか。今朝こんばんは、こんばんは、どうしよう。え、無理なんですけど。あ、こんばんは。
仕事で1年以内の人事異動 3,4 回くらってさすがに別れの辛さになれた。人事異動辛いね。やっと人間関係気づいたかと思ったらいや異動かーいみたいなことでしょ。めっちゃ辛いな。木曜日行くことになってる。あ、ありがとうございます。こんばんは。現実を受け入れられない高橋さやかさん20。的確だね。まあでも、まあ、毎日は会えなくなりますけど、この2番目でもいいので築き上げたこの持ち前のコミュ力瀕死状態の使って、そう持ち前のコミュ力全然ないを使ってご飯に誘ったり飲みに誘ったり遊びに誘ったりできんのかな。ちょ、できてる未来は全く見えていませんが、ね、できたらいいですね。全然できてる未来は全く見えないんですけどね。そう、そうでもチームシャチさんのライブにはもう何があっても行きます。もう何があっても行く、もう血を張ってでも行きます。もう約束しました、絶対に行くねって。こんばんは。あ、でも今日あれだ、めっちゃ昨日寝れたかどうかすごい確認された。一昨日さ、金縛りにあってさ全然寝れなかったからさ、その話をみんなにしてたからさ、今日みんなに昨日は寝れたってすごい心配された。なんかもう金縛りにあった話したこと本人が忘れてたからさ、なんか寝れたってすごい心配されて、え、なんでそんなみんなに睡眠について心配されてんだろうと思った。あ、よく考えたらそういえば金縛りにあった話したなと思って、あ、もう朝までぐっすり爆睡でしたっつって、今日マジで今日マジで超寝れたんだよな。今日10時に目覚ましかけたんですよ。しっかりそこまで寝れた、元気よく寝れた。なんか今日全然昼間あくび出なかった。あくび出ちゃうんだよね、寝不足だと。こんばんは。じゃあ逆に招待しないと。え、ね、来てほしい。金縛りよくなるの？朝めっちゃ金縛りなる。そう、睡眠麻痺って言うんですけど、金縛りになりすぎてめちゃくちゃ調べたからめちゃくちゃ詳しいんだよね。そう、めっちゃなるんだよ。普段はでも夜はあんまなんなくて、お昼寝の時とかに金縛りによくなるんですけど、寝つく時になったのは今回が初めてで、マジで腹立った。なんかさ、結構起きがけの時になるんですよ金縛りって。私だからさ、もう金縛りになってはっと思ってもう一回寝て、またなってってなったらもう起きちゃうんですよ普段だったら。お昼寝とかだともうダメだ今日はと思って。でもさ、寝かけの時ってさ、起きるって選択肢は取れないじゃん。なぜなら今私はとても眠いから。そうだからすごく腹が立った。こっちはこんなに眠たいのになんで脳みそだけ起きるわけと思って。体は寝てんだから脳みそは起きるなよってめっちゃ思う。金縛りって体は寝てるけど脳みそが起きちゃうっていう、そのちぐはぐが原因なんですよ。そうなので、その自分で筋肉が動かせないんですだったり、その目開けられないとか
あの深呼吸は意図的にできないみたいなね、 それでうわ苦しいってなるのと、稀にこう夢と夢もそこに入ってきて、そうちょっと怖い思いするみたいなのがね悲しばりなんですけど、なりすぎてマジ詳しいそう悲しばりね、そうストレスでねなりがちなんですよね、溜まってんのかな知らぬうちに、わからんけど、でもほんと一昨日はマジ3連続で金縛りになったの。さやは今ね とても眠かったの、一昨日とても眠くて、よしやっと寝れるぞって言ってお布団に入るやん、したらなんか目覚めたと思ったら体動かないわけ、なんか目がねなんか多分これぐらい本当になんか多分開いてないけど多分これぐらい開いてて若干見えたの周りが、そう本当は目をあの筋肉動かせないから目も開けられないんだけど、多分筋肉が動かないからこう多分こう力が逆に目に入ってなくて薄く開いてたんだろうね閉じる力が開いてなかったついてなかったから、だからさうわ動けないと思って、あめっちゃ今金縛りだと思って、で息を吐けるけど吸えなくて、深呼吸もその筋肉が意図的に動かさないからできないから、うわ苦しいと思ってうざっと思ってって起きたわけ。金縛りをさ解放させんのマジで力いるんだよねって起きてはあと思って、これは困っちゃうなと思って、よし寝るぞって次こそ寝るぞって言って寝たの、そしたらまた同じ状況になって、えまたと思って、だからその時さ普通金縛りとかにあったらうわ怖いとか思うけど、もうなりすぎて私の場合怖いとか全く思わなくて腹が立った、こっちはこんなに眠たいのになんで金縛りで目を覚ますわけと思ってめっちゃ腹が立って、でもうなんか気合いでって起きてはぁと思って次こそ寝るぞと思って寝たらまたなったの、3回目ですよ、3回目になってめっちゃうざいと思って、3回目マジで超苦しくて、なんかあのね、首になんか重いものの重い棒とかが乗って、太めの腕ぐらいのここぐらいのやつがこううっての重いやつが乗ってる感じがあったの、そうでめっちゃ苦しいっていうか、そうこうなってる感じがあって、あーうざっと思ってそうそれでそれもって起きたら、起きた瞬間にここのなんか違和感みたいなのがなくなって、多分息が吸えなくてそういう風に多分錯覚したんだろうけど、息が吸えなくて酸素が入ってこないからこう苦しく感じたんだろうけど、そうマジで腹立ったね。でそれでなんでだろうと思って、多分こう寝れない理由があるんだと思って、目が覚めちゃう理由なんでかなと思ったら、ちょっとさ一昨日あったかくて、この部屋がちょっと暑かったんですよ、なんか別に汗かいたりとかは全然してないんだけど、ちょっと多分気温が私の寝つきにその寝つくためにちょっと高いんだろうなと思って、だからそう布団を変えたの、厚い布団を厚い布団布団と毛布が今布団にあって、でその日暑かったからその毛布をなしにしてたんだけど、厚い布団じゃちょっと暑いのかと思って薄手の毛布1枚にしたの、そしたら朝まで寝れたよね、そう解決策をすぐ見つけれた、
ね、マジで腹立ったな、金縛り3連続は。めっちゃ腹立った。その時マジでめちゃくちゃ眠い日だったの。もう目を閉じたら3秒で寝れるぐらい眠かったのに、寝たと思ったら金縛りになって目覚めるから、本当にね腹が立ったんだよね。そう、まあ多分ストレス溜まってるんでしょうね、何かしらの。なんだろうね、なんか今はでもメンタルめちゃくちゃ安定してるし、全然ストレス、自覚したストレスは溜まってないんだけど、毎日楽しいし、わかりませんが、まあストレスって知らぬ間に溜まってたりもするしな、多少ある何かあるのかもしれないですね。でもパンを焼くことによってストレスはだいぶ軽減されてるんだけど、マジでさ最近さ稽古場にパンを2回ももう持ってってるんだけど、この短期間でマジでなんか揚げてる側なのに幸せなんだよね。そう、普通さもらっては嬉しいじゃないですか、揚げてる側がみんなが喜んでくれるのがマジで幸せすぎて、みんなにどんどんパン焼きたくなっちゃうんだよね。そう、マジジャムおじさんの気持ちわかる気がする。そう、報酬はみんなの笑顔みたいな、ジャムおじさんの気持ち知らん、ジャムおじさんがそういう気持ちでパン焼いてんのかどうかは知らんけど。そう、だからまたパン焼いてもう1回ぐらいも持っていきたいなと思ってるけど、そう、無償の愛をね配り歩いてる。正解。でもさ明日休みなんですよ。明日美容院行きたかったんだけど美容院予約取れなかったんだよな。どうしよう、どっか行ったことない美容院また開拓しようかな。でもあんまりさ新しい美容院行きたくないんだよね。でも前髪は切りたいんだよね。どうしよう、髪の毛切りたいし髪も染めたいんだけど、美容院行きたいのに。なんかあれらしい、年度末混むのかな美容院、なんか先10日ぐらい全部埋まってるんだよねっていつもお世話になってる病院さんが言ってた。そう、確かに入学式に向けてとか卒業式に向けて髪の毛みんな綺麗にしてんのか。なるほどね。でもさこんなプリンやだもう。前髪、まあ、前髪だけカットだったら全然いけそうだったけど、染めたいよな。うわーどうしよう。でも前髪さちょっと今くせっ毛だからうねっちゃってるけど、こうやってやってるとイケメン感出るよね。あんま出なかったかも。前髪伸びちゃった。前髪は伸びたけど後ろ全然伸びてる感じしないんだよね。でも伸びてきたんだろうな。これでも相当短くしちゃったもんね一回ね。早く伸びてほしい。この辺は早く伸びてほしいね。前髪は伸びないでほしいけど、
どうしよう、髪染めるのは諦めて前髪だけとりあえず切りいこうかな。でもかなりもう色落ちすごいんよね。プリンみんなこれ気になる？ザイは気になるけど旗から見てどうなんだろう。プリンだなってめっちゃ気になるかな。ワンちゃん前髪だけっていう戦い方できないかな。まだ大丈夫？セーフかな。でも舞台の時、舞台の時髪の毛うねうねさせてるからあんまり気にならないような気がするけど、うわー悩ましい。悩ましいね。ちょっと考えます。でも染めるってなったらさ、新たな美容室また開拓しなきゃいけないしさ、そこの人がさあんまり相性良くなかったら気まずいじゃんね。悩ましいね。悩ましい。陽キャになったから美容師さんと仲良くなれるっしょ。そうでも美容師さんと喋るの得意だよそう、美容師さん会話振ってくれるしね。なんか今日は大人っぽいですね。あ、本当ですか。髪伸びたからかな。でも本当はさ、もう一回前回と同じ赤に染めたいけど、まあ、ちょっと主婦だから、まあ、赤はちょっとなと思って。福ちゃんが赤髪なんですよ。チームシャチのゆずきちゃんの役ねだから、まあ、赤だ、入れるなら茶色になっちゃうんだけど、マダムだから。そうなんですよ。なんか本当にプリンを消してもらうだけになっちゃうんだけど、まず前髪は近々切ります。それ確定です。染め直すかどうかはまあもうちょい悩むところかな。めっちゃ前髪長いな。ここぐらいまだあるんだけど、長っ。今日はねこういう髪型で稽古に行きました分け目、分け前髪で行きましたよ。でもさ、このさラフな感じ、一応これ全体的にワックスつけてるから割とちょっとこうボリュームが、汗かいてもボリューム出ないようにできてるんですけど、そう。でもこうラフな感じの前髪でいくと結構舞台上でなんかこうやって動いたりするんですよ。だから前見えなかった、今日いっぱいこうなっちゃって、なんかでよくやってたやばっ。こうやってやった時の髪の毛でみんなに話してたって、結構アクロバティックな前髪の毛になってたな。でそれ自分で前髪切ったことないし、絶対切らない。そう、20年間自分で前髪切ったことは一度もないから、多分絶対自分で切らないと思う。私前髪切るためだけに美容院行くからね、いつも500円握りしめて前髪切るためだけに美容院行くもん。すごいでしょ。
なんかのついでに前髪切るとかじゃなくて、もう前髪を切りに美容院に行く。いつも会計500円で帰ってきたりするよ、前髪の時。そう、今日何時に始めたっけ。9時半か、もうすぐ1時間か。自分で切るとスタイリストさんに怒られるよ。え、そうなの？私は怒られないよ。私たちは別に、みんな切ってる人とかいるし。くってやるとさ、ワックスついてるからさ、広がるんだよね。さらーって戻らないんだよね、今日。汗でさ、めっちゃさ、髪の毛広がっちゃうの、癖っ気だから。ヘアアイロンしてストレートにしても汗かくと癖が出てきちゃうのね。だからこうワックスとかでこうちょっと重ためにしとかないとボリュームがどんどんこう出てきちゃう。この丸めを維持するには整髪量が必須条件になっちゃう。髪の量が多いもんでね。だからこうやってやったら今日ほら形残るよ。そんなつけてないんだけど、見て、ワックスついてるからちょっと触るとその形でキープされんの。楽しい。髪の毛で遊べるね。こんばんは。なんか今どんどん手ベタベタしてるからね。ほら、ペタペタしてきてる。だんだん。うわ、美容院来た。美容院行きたーい。髪の量多いの羨ましい。そういえば逆に多いのマジで大変だから普通にしたい。普通になりたい。そう。普通の量で良かった。多すぎるのマジで大変すぎて。そう、普通の髪の毛がいい。マジで量多いんだよね、嫌になっちゃう。ここ全部さ、ここ全部産毛なんだけどさ、さ産毛めっちゃ多ない？産毛も多い、すごくない？全然おでこ産毛のせいでめっちゃ狭いよね。可愛い産毛です。僕の、僕ちんの可愛い産毛。私も多いから大変。いやーね、多いのマジで大変だよね。髪の毛乾かないし、こんなに髪短いからみんなドライヤー一瞬だと思うじゃないですか。ドライヤー一瞬だと思うでしょ、こんだけ短くしたから。全然今ね7、8分かかるよ、この長さで。やばくない？量多すぎてこんなに短いくせに7、7、8分かかる。全然普通にかかる。そう、やばいよね、めっちゃかかる。結構頑張ってタオルドライしてそれだからね。相当多いんだろうなって思う。そう、そしたら美容室で頭乾かしてもらう時とか2人がかりだもん。両方からやられる。こっちガーって言って、こっちももう一人ガーって。そう。でもロングだった時、腰まであった時は20-30分かかってたから、それに比べたら全然短縮されたけどね。そう、全然短縮された。マジで毎日 20-30 分ドライヤーに使ってるってさ、
時間の無駄だよね。めちゃくちゃ可愛いけどね。ロングロングの時の写真を今日ね、そうなんかたまたまこうパーって遡ってて、ロングだった時可愛いと思って、そうまた長くしたいなと思ったけど、みたいな大変だったのを思い出すとちょっといっかなって思う。キッターズの椅子の周りすごいことになるよね。毛量が多いとあるある。そうこの長さでさ、長さ変えないでちょっとこう形整えてくださいって言った時にさ、まあ、すいてくれたりするわけ、量が多いからバーってすいてもらうじゃん。めっちゃ下に髪の毛落ちてんのに見た目何も変わってないの、びっくりするよね。その時いつもあれ見た目全然変わってないのにめちゃくちゃ髪の毛落ちてる、どこから生まれたのこの髪の毛みたいなそうすいてもらうのも本当に量が多いからいつもそれが起きるんだよね。そう不思議ですね。こんばんは。でも大変、めっちゃ大変マジで、毎日大変。ヘアセットも、ヘアセットも髪の量多いと決まらないんだよな、大変なんだよね。でも髪の毛の量が多いっていうのを言うとさ、なんか少ない方が大変みたいなコメントめっちゃ増えるからあんま嫌なんだよね方がとかないでしょって思っちゃう。みんな別の大変そう今を生きてるの私はって思う。染めるのも時間かかる？あでもどうだろう、分からん。なんか髪の毛が少ない人がどれぐらいかかるのか分かんないから、分かんないわ、基準が分からんなんかドライヤーの時間とかって大体みんなが聞いたりするやん。だからこうあ自分って長いんやなって思うけど、カラーは分かんないわ、どうなんだろう、長いのかな、あんま意識したことなかった。短いと癖気がくせ者、ね、そうなんです。長かった時は自分の髪の毛の重さでこうまっすぐなってたけど、短くなったらあのいかようにでもいけるようになっちゃったから、髪の毛たちが結構うね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 ってしがち。こんばんは、笑わせないでやっぱ私の配信見てみんなにクスってしてほしいから、たまにこうねちょっと面白いこと言いたいよね。痛い、ちょっと待って、危な、今固執するところだった、危なかった、危なかった、今ピキってなるところだった危なかった。天候にも左右される、雨の日はダメだね。だから朝めっちゃ頑張って髪の毛作っても、朝雨降ってたらもう着く頃にはもう終わりだね。着いた時激なえ、あ髪の毛終わった、今日の朝の数十分は全て水の泡になってしまった、あってなるね、あるある。こんばんは。でなんか雨にも負けないみたいな、そのなんか整髪料みたいなのあるじゃないですか、よく CM で、ああいうの使ったらいいのかなと思いつつ使ったことはない使えばいいのかもしれないけど使ったことない。特にさ前髪がね
なんかこの後ろ髪はなんか年々癖は落ち着いてるんですけど、前髪が本当に一番癖が出てて、今もさ、今日だってこれヘアアイロンで巻いてないんですよ。これ癖だからね、このこうやってなってんの、これ全部癖だからねやばくない？そう、この辺のうねり全部癖なんだよな。そう、すごくないですか、前髪の癖っけ。このちょっとこう言ってからこうねっての全部ね元の癖なんですよ。自分で今日作ったわけじゃないの。そうなんですよね。横髪を前に持ってくるの可愛かった。なんか変じゃねシルエット。え、なんかキモくない？え、やりすぎ？このぐらいにしたらいいのか。邪魔だからすぐこうやってやっちゃうねすぐこうやってやっちゃう。よいしょ。可愛くなるね、横毛持ってくると。萌え袖が似合う感じになる気がする。アイドルにいそう。アイドルなんよアイドルなんよね。女の子っぽいね。なんかちょっと可愛い系になりますね、横持ってくると。あんまやらないけど私。でも綺麗にされてますよね。そう、髪の毛頑張ってはいます、一応ね。アイドルの動きと思えなかった。まあ、多様性ですよね多様性ですよね。こんばんは、はじめまして、こんばんは。多様性で全て済ませようとするまあやっぱアイドルみんながこういう感じだったらつまんないじゃないですか。そう、やっぱこういうおちゃらけ体も必要。そう、必要です。いよめんって感じだった。チェチェチェ。ちょっとお腹すいた。ふざけてたらふざけてたらお腹すいちゃったねえ。うん、でももう10時過ぎですから、11時前ですからね、言うたら我慢ですね。でも先生コーヒー飲むとお腹すくんだよね。今コーヒー飲んでたんだけどさ、さっきまでコーヒー飲むとお腹すくんだけど、みんな同じだよって人いませんか？こんばんは。なんでなんだろう、なんかカフェインでこうあのあれされ刺激されたりするんかな、胃袋が。どういうなんかシステムなのかわかんないけど。こんばんは。コーヒー飲むと絶対お腹空いたなって思う。そんな感じでそろそろ終わりにしますかね。今日も楽しかったな。なんか喋り残したことないかな、今日話そうと思ってた。ちょっと考えるね。うん、今日の稽古の話を思い出そう。なんかおもろ話あったかな。
ないかな。こんだけを考えてないってことはないんでしょうね。ないんでしょう。今日もご機嫌、今日ご機嫌だった。もう帰り、なんか帰ってきてからなんか割と、家帰ってきてからなんかずっとなんかご機嫌です。眠くな、やっぱコーヒー飲むと眠くならないんで、ご機嫌のまま配信が終われて非常にハッピーちゃんですね。そう、ハッピージャムジャムって感じ。まああとで宣伝をして終わりにしますね。まずキスバイエイトのチケットが販売中ですので、まだゲットしてないよ、ウォーウォーという方、ぜひお待ちしております。5月にチームエイトで舞台キスバイエイト、初めて私チームエイトの舞台でメインキャストというか、そう選んでいただきまして、そしてまたジョーマイラブに引き続き、横内先生にお世話になりますので、どんな作品になるかね、まだ私も全然わからないし、ワクワクドキドキとかいう感じなんですけれども、楽しみにしていただければと思います。すごい楽しみです。そして現在お話し会の申し込みも第5、今4 5 5 4 5 5 5 ちょっと第何時受付なのかちょっと定かではないんですけど、受け付けております。まあずいぶん先の予定まで出てるので、まあ先の方はね、皆さんのお仕事のね都合とかもあってまだ分かんないよって方もいるかもしれないんですけど、ぜひ、まあ今回のね2番目でもいいのもあるし、キスバイエイトもあるし、次6か、もう5終わったのか、早いな。そう、まああるの、いろいろねイベントとかイベントごとがあるので、それについて話したくなる時のために4月9日は今日が最後、なるほど、まあ話したくなることが必ず生まれると予想されますので、ぜひゲットしてください。4月9日なんてね、2番目でもいいのの直後でもあるし、チーム4の千秋楽の後でもあるし、コンサートの後でもあって、もうすでに3つも話すことがたまることが予想されますので、皆さんちょっといっぱい話すことが生まれると思うのでね、いっぱいゲットしていただければ非常に嬉しいなと思います。ちょっとね部数がビビるぐらいちょっと増えてしまって、そうちょっとビビるぐらい増えてしまってですね、ちょっと正直心配です。マジで待機の時間の方が長かったらどうしようって結構ビビり散らかしているので、皆さんぜひ会いにお話しに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。たくさんの方がたくさん来ていただけたらハッピージャムジャムって感じなので、よろしくお願いします。以上、あともう一つ一番大事、もうすぐ2番目でもいいの、もう来週には幕が開いてしまいますので、皆さんぜひぜひまだチケットをゲットしてないよという方、ぜひぜひお待ちしております。マジで結構なんかポスターの写真あったと思うんですけど、とかサイトもそうなんですけど、一番最後に書かれてるんで、あんま出番ないのかなってみんな心配してる方ももしかしているかもしれないんですけど、結構割と出るのでなんかさ名前順、なんかまあメインは浜ちゃんと美和さんとあとりくくんとまゆしーさんとゆずきちゃんって、その5人が結構メインっていうか、まあ、その話のその主題の人物であるんですけど、残りの6人、私と恵子さんと、瀬名さんのマダムチームと
千代さんとカレンちゃんとハーちゃんの OL ちゃんチームは、そう、結構3人ずつ団子 で結構出ることが多かったりして、普通に結構出るのでそう、普通に結構出るので、ちょっと出番少ないのかなと思ってチケットを取るのをちょっとためらっている方は結構安心して取っていただけるのではないかと思います。まあさすがにそのジョン・マイ・ラブほど出ずっぱっていうわけではないですけど、主役ではないので、でもまあそこそこ出てますそこそこ出てるので、そう、あ、出る回数とかセリフの量的には千代さん、カレンちゃん、ハーちゃん、ケイコさん、セナさん、私ってみんな同じくらいなんで、そう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 、ご安心ください。ただ名前順は OL ちゃんチームとマダムチームに分かれてるだけで割とね、私を見れる機会は多いのかなと思うので、ぜひお待ちしております。そしてちょっと遠方でね、ちょっと東京まで来れないけどどうしても見たいよっていう方にね、朗報。あともう一つ、ミニーは行くけど何回かお家でも見たいんだよねっていう人に朗報なんですけど、千秋楽の日は配信が決定しておりまして、1週間アーカイブで好きなだけ見れるっぽいので、千秋楽公演ぜひぜひ、遠方の方は配信で会場に来るけど1週間もうちょっといっぱい見たいな、映像でもそう見たいなっていう方はぜひぜひ配信の方もチェックしていただければと思います。イエイ。なんだっけ、そんな感じです。はい、というわけで皆さん今日は遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ちなみになんですけど、私まだスマホのアップデートをしていないので、新しい絵文字全部ハテナになっています。すいません、何も見れないです。さっきからちょこちょこ、あ、新しい絵文字使ってるコメントやと思ってるんですけど、今日の夜アップデートするんで、すいません、お待ちください見れないんです。みんなアップデート早いね、携帯のアップデート早くない？私一旦ストレージ開けなきゃいけないんだけどはい、ということで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ランキング見ます。13位ともちさんありがとうございます。12位やすさんありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。ちいちゃんしょぐんさんありがとうございます。9位つなちゃんありがとうございます。8位黒きつねさんありがとうございます。7位よめらさんありがとうございます。6位さとちゃんありがとうございます。5位ひらりんさんありがとうございます。4位やちさんありがとうございます。3位ケロンさんありがとうございます。2位とてまけんけんさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ということで皆さん今日お付き合いいただきましてありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。